佐竹です。よろしくお願いします。今日は2の2022乗を17で割った余りはいくつかという2022年灘中学校の問題です。ちょっととりあえず計算してみましょう。それでは計算をしていきます。2の1乗割る17、2の1乗が2ですから、2割る17イコール0余り2。2の2乗が4なんだから、4割る17イコール0余り4。2の3乗が8なんだから、8割る17余り8。2の4乗が16なんだから、16割る17イコール0余り16。次、どんどんやっていきます。32割る17イコール1余り15ですね。32は17足す15です。次、右上行きましょう。64割る17イコール3余り13ですね。64は17×3 で51。51プラス13で64です。次、128。128割る17イコール7余り9ですね。17×7 が119です。119足す9が128。こっちも行きましょう。256割る17イコール15余り1です。17×15 が255。255足す1で256です。次、512やってみましょう。512割る17イコール30余り2ですね。17×30 が510です。510足す2で512。と、ふと見てみると、また2が出てきましたね。ちょっと次もやってみましょう。1024割る17イコール60余り4ですね。17×60 が1020です。1020足す4が1024です。また4が出てきました。今、2、4と続いてますね。こっちも2、4と続いてます。じゃあ、2、4、8と続いてるんで、ここも8になったら嬉しいですね。ちょっと計算してみましょう。2048割る17。1、17。34。2、34。8。余りは8ですね。そうすると、2048を17で割った。そうすると、120余り8ですね。また出てきました。そうすると、ここから見てみると、2、4、8、16、15、13、9、1。ここで一区切り。で、また、2、4、8、16、15、13、9、1。また一区切り。2、4、8と、どん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 、これが一塊となって、繰り返し繰り返し出てくることがわかります。そうすると、この情報を表にまとめてみましょう。余り、2、4、8、16、15、13、9、1。で、肩の数をここに書いてみます。余りが2になるのが2の1乗。次、2乗、3乗、4乗、5乗、6乗、7乗、8乗、次、9、2の9乗、余りが2、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、てんてんてーんとなってきます。そうすると、まずここのグループに注目します。このグループに出てくる数を8で割ると、余りが1ですね。8で割ると、余りが1、余りが1、余りが1ですね。で、これも8で割ってみましょう。余りが2、余りが2、余りが2ですね。この余りが3ですね。じゃあ、今、この2022がどこのグループに入るか、どこのボックスに入るかを調べていきたいと思います。じゃあ、それを調べるためには、2022を8で割ればいいですね。やってみましょう。2022、割る8、82、16、85、40、82、96、余りが6です。そうすると余りが6のグループ、ここに2の2022乗が入ります。そうすると2の2022乗を17で割った余り、それは13となることが分かりました。分かったかな？では